WTT チャンピオンズ重慶5月30日から6月3日、中国、6月2日、女子シングルス準々決勝で早田ひな、23位イコール日本生命、世界ランク5位、ガソンエーサ、23位イコール中国、同1位、にゲームカウント0対3で敗れた。現世界最強と目される世界卓球2023派者に対し、早田は過去0勝14敗と勝ちがない。 パリ五輪直前の日中エース対決で初勝利を目指した。中国で圧倒的な人気を誇る孫が得点するたびに歓声が上がるダイヤウェイの状況。1ゲーム目はラリーの主導権を握られたまま6の11で落とす。早田は第2ゲーム、巻き込みや投げ上げのサーブを見せて得意のフォアで攻め込む。だが普通なら決まるはずの球を幾度も返球する孫に5の11で奪われる。 後がない早田はしゃがみ込みサーブを効果的に使い、連続攻撃で孫を台から下げ7対5とリード。しかし孫にサイドを切る球を打たれつつ逆転され、9の11で落として敗れた。最後まで残っていた早田が敗れ、日本勢はベスト8が最高成績となった。より小さい WTT チャンピオンズ重慶女子シングルス準々決勝。早田ひなゼロの三村ソンエイサ、中国。 六マイナス五分の十一マイナス九分の十一マイ